じゃあ、大体もう言っちゃうとアモンガスのパクリス。やばいね。オマージュ、やばいよ。リスペクトね。リスペクトね。何？お、お、お。僕、ここ好きだな、なんだかんだね。あ、びっくりした。何ですか？あー聞こえた聞こえた。ファサ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 。ローレン。タナエさん怪しいよ。ローレン死にたくないよ。え早。ローレン。死にたくないよ。ローレンはさ僕が何しても許してくれるよな。いやそれはそうよ。そうだよね。こいつらで良くないかも。ローレン。ローレン。え？うわ。執行官執行官。執行官執行官。執行官執行官何何何何何何執行官でローレン殺しました。ちょっと聞いて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 、あいつにやられただろこれ。話を聞いてください。聞いてください話を。執行官でローレン殺したらローレンだけ死にました。ねえそれ間違ってたらどうする。じゃああれじゃない。だからローレンに、じゃあローレンに何しても打っとくべき。ローレンはローレンに何しても許してくれるよなって。確かに確かに。こいつは打っといて、まあ打ち毒ではある。打ち毒ではある。文字で喋んなかったぞこいつ。ローレンアンチってカナエさんだよ。どんどん嫌われる。でもさ、でもさ、一個いい、一個いい。これさ、鬼がさ、自分のことをさ、執行官で。じゃあ、分かった、次もう一人殺すから、それで僕死んでなかったら、ゲーム終了か僕が死ぬかで証明できると思うから、鬼一連れとかの情報で。怖い、怖い。それでさ、二人、それでまだ終わってなかったら僕のこと釣ればいいじゃん。証明できるから、それで。怖い怖い怖い。だから最初に会った人殺します。真珠になったらすいません。やばいやばい。誰よりもやばいよこいつ。あんなの鬼やばいですよ。なんなんこいつ。やだ。真珠になったらすいません。やばいよって言って。いきます。ガセさん怖い。ガセさん助けて助けて。あと20秒です。ガセさん俺がやられた。あと20秒。助けて。おお！古戦争死んだけど終わんないんだけど。え？待って、古戦争死んだのなんで終わんないの？どういうこと？待って、なんどういうこと？これは。カナ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 カ
第三人間は多分死んな、どうなんだ、死ぬんじゃないかってさ、僕だって2人殺したのに終わってないって。確かに。あ、どういうことだ。僕はだから本当は心中するはずで追いかけ回してたんだよ。でも、カネイさんがその黒の可能性もあるでしょ、これ。いや、そうそうそう、2殺して、まあ、あと1だけ殺させて。カナエちゃん、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 私セレブだから、カナエちゃん、私セレブだから、じゃあラボ来て、ラボ来て、ラボ来て、ラボ来てみ、ラボ、シゴシゴ、ね、ほんとに、ほんとに、震えて待て、わかんないって、え、もう辛いよ、この人、怖いよ、これ、そうだよね、え、もう辛い、カナエさん、第三陣営を殺しても死なないっぽいぞ、あ、じゃあ、当ててるってこと？当て続けてる可能性ってこと？終わってるはずだもんね。終わってるもんね。普通は終わってるよね。
ちょっと待って、いいね、ちょっと殺さないから証明、証明だってラボでちょっと僕のこと見ててよ。証人やりました、うん、分かりました、証人やります、確かに。あの、待って、亀さんもよ、亀さんもよ、亀さん来て来て来て、ちょ、来て、ちょっと、見てて見てて見てて、オオカミ、オオカミが一度もあとは頼んだぞ、お前ら3秒、3秒、3秒頑張ってるみんな。今まだ2だよ、霊媒で見てる。いや、ちょっと待って、花房殺した、花房殺した、殺した、僕殺した、僕殺した、僕殺してないところ、殺した、花房殺した、花房殺した、殺してない、殺してない、違うよ、伊佐さんだったけ、だってさ、自分から近づいてくるわけなくない、自分が殺されるかもしれないのに、花房、花房、ありえないって、じゃあ、分かった、花房っつって言わなかったら僕のこと殺していい、僕も何も逃げも隠れもしない、あー、まあ確かに、いや本当にやってないですよ、彩香さん。鬼一人なんだよ、だっているとしたら。うん、だから花房釣って終わんなかったら僕釣って終わりでいいじゃん。だって私が白だったらどうなるんだ。いやいやいや、花房さん。花房さん怪しすぎるよ、それは。でも花房さん、怪しすぎかも。いや見てたよね、みんな。花房がわざわざ殺される未来人に重なってきた瞬間。近づいてた。信じてくれよ、僕は執行官なんだ。僕じゃないんだよ。これで、ちょっと待って。花房さん白だったとしても勝てるよ。そうだね。白だとしたら、俺がカレンさんのことを殺す。うん。わかった。待ってる。僕あの通報してもらってる。もう一回ナイスナイス。確かにウカ通報してくれれば。殺すじゃないよ。バカ野郎がよ。さすがにうっさい怪しいな。え、当てすぎだって。はい、今決め打ちやめて。当たりすぎだろこれ。マジでグって。おい、ゲームどうした？決め打ち強すぎるって。マジでグイは。やばいよ。10秒で決め打ち。やばいマジで。せっかく人狼聞いたのに。やばいっす。もう執行官消します。決め打ちしたいだけや。もうガチでいいこれ。執行官強いな。パチンコだよ、パチンコ。ガチで執行官出ちゃう。パチンコだよ。え、強いだよこれ。すげえ分かる設定だったって。カナエさん超強い。カナエさん設定一番びっくりした。稼いで帰ろうとしてるもん、カナエさん。もう入ってるもんだって。出るぞこれ。怖かった。河川さん殺して終わんなかった時マジで怖かった。第三陣営だった。綺麗になんか第三ダメなんだね。白い殺してったな。ローレン、こっち来よ。まあ平和だよね、ここ。ここは平和だね、一旦。ローレン、何なの役職。ん、何なの役職。役職、うん。こいつだったか。マジか。お前さ、お前。初めて死んだ。なんでちげえんだよ。なんでだよ。なんでちげえん。なんかないだろ。なんで俺の決め打ち当たんねえんだよ。あ、インビジブルだ。やべ。ポ。綺麗に死んでることがバレます。はい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 、はい、エントランス前で2人死んでた。2人並んで死んでた。エントランス